マリオソニック AT バンクーバーオリンピックは2009年11月に発売したニンテンドーとセガが開発した Wii とニンテンドー d s 専用ゲームソフト。2010年1月29日にはセガより iPhone、iPod タッチ用ソフトソニック AT バンクーバーオリンピックが発売された。こちらはソニックシリーズのキャラクターのみ登場する。2010年に カナダのバンクーバーで開催された冬季オリンピックを舞台としている。Wii 版では、いくつかの競技でバランス Wii ボードに対応している。発売は前作同様、日本は任天堂が、海外はセガが担当する。前作と同様に Wii 版では、Wii リモコンとヌンチャクを使った直感的な操作ができ、似顔絵チャンネルで作ったミーをプレイヤーキャラとして使うことができる。 DS 版ではボタンとタッチペンとマイクを使った操作でプレイする。収録されているオリンピック競技とドリーム競技は w i i 版と DS 版の共通で収録されている競技に加えて w i i 版のみの競技と DS 版のみの競技が収録されておりハードに異なった競技でプレイできる。また前作の参加する人数は w i i 版のみは一部を除いて専用コム4人を含めて8人。 までで ds 版では4人までであったが、本作ではどちらも4人までの参加人数に変更されている。また、we 番や ds 版にはキャラクターのボイスが一部異なっており、ds 版は過去の作品のボイスを使用することが多く、ルージュやオメガなど一部のライバルの勝利。セリフなども we。1と異なっている。we 番では国によっては。 ソニック側のライバルキャラの敗北ボイスが聞くことができる。本作では新たに Wii 版のみと DS 版のみで遊べるモードなどの異なる要素が収録されており、Wii 版では実際の冬季オリンピックを再現して開会式から閉会式までプレイするフェスティバルと獲得したスターポイントで様々な隠し要素を出すショッピングが収録され、DS 版ではストーリーに沿って クッパとエッグマンの野望を阻止するために仲間を集めながら様々なミッションと競技を挑んでいくアドベンチャーツアーズが収録されている。その他、バラエティモードで遊べるミニゲームやプレイできるミッションなどが異なっている。ミーは Wii 版のみ。マリオシリーズ側は英語で喋り、ソニックシリーズ側は日本語で喋る。前作と同じく主に競技の審査員や観客などの役割。 などで登場している。また、w ーバ版、DS 版のアドベンチャーツアーズのみ登場するキャラクターもいる。オリンピック競技は全16種類はバランスウィーボードに対応。ドリーム競技は全11種類。w ーバ版オリジナルモードパーティーゲームは全3種類。オリンピック競技は全15種類。ドリーム競技は全12種類。 Nintendo DS 版オリジナルモードソニック AT バンクーバーオリンピックに関するカテゴリー。ありがとうございます。